粗品です。せいやです。うん。いらっしゃい。上級なぞなぞ。おーだーい。上級なぞなぞ。13本目。いやいや、3本目みたいな。人材。今日13本目。マカと戦ったのに人材。目なんかか。じゃあ、上級のなぞなぞやりましょう。オッケー。重なり合った二人がたどり着く国は、重なり合った二人、むずいけどすっきりするよこれ。やっぱ重なり合った二人、何重なり合った二人ってが行き着く、重なり合った二人がたどり着く国は、は中国。理由は、あ、理由答えないといけない。こう重なっても中国ってこう当てんないわ。ついになってないわ。あら、惜しい。中国、中やから。重なり合って中。うん、中。やば。カブール。カブール。かぶってるから。何やねんそこ。カタールみたいに言うの。カブール。重なり合ってる。おもろいね、これ何？重なり合った。ドイツ、同一。わあ、いいね。いいな。スイス。こう、半分でイで折って、スをくっつける、重なってる。なんなんお前の。重なってる。左右対称のやつ。ちゃうで。ヒント。重ねるっていう考え方はとてもいいです。で、誰の、俺の西屋式、まあ、今のスイスじゃないですけど、やっぱほら左右対称みたいな出るかな。左右対称、日本、こう左右対称で、お、重なり合った、グイーちゃう。重なり合った2人がたどり着く国は、2人ってなんやねん、え？ふたり。ふたなり？え？ちんここと？え？女の人がペンス持ってる状態？ああ、やばいね。国ちゃうかな？ヒント。実在しない国です。ええー？もう一回言って。重なり合った二人がたどり着く国は？ヒント、漢字で考えてください。重なり合った二人がたどり着く国は、重なり合った、たどり着く国、はい、何？重なり合った二人やろ、オット共和国。こわ、オットだけ、オット共和国、嫁どこおんねん、惜しいです。オットセイ。国やもんな、漢字やろこれ多分。オット国、オット国、オット共和国、オット連邦、オット王国、夫国、夫ではなく、天国や、うわー、あー重なってる二人が、むずー、いやいやいや、一画目長いけどな。いや、夫やけどな、こうつなげんねや。はあ。そうか。ちょっと謎解きやな。とりあえずな、上級、熱湯に4つの「む」が入っている服は何でしょう？あ、
熱湯に4つの無が入っている服は何でしょう。熱湯に4つの無、どういうこと。むずぅ、やばいやばい、上級やな今日、めっちゃむずい。俺らも冴えてへんのかもな今日。熱湯に4つの無、まあ、これちょっとダジャレっぽいというか、服、はい、クローゼット開けてみよう変な考え方よ、熱湯に4つの無が書かれている、まあ、入っている、何でしょう。4つの無って何や。熱湯って何や。熱湯、ヒント、うん、今日話題に上がりました。今日ユニフォーム。いや、ヒント出しすぎやて二人ともユニフォーム、わーユニフォームや、繋がってたんや、あの回が。そういうことか。ほんまや、ユニフォーム。あーむずいな、ヒントないと。イギリスでは大食いだった旅人がなぜかフィンランドに行くと小食になりました。なぜでしょう。なんか聞いたことあるな。一回出たっけな。出たよな。フィン、なんやっけこれ。フィンランドの、なんやっけこれ。イギリスでは大食いだった旅人が、イギリス、なぜかフィンランドに行くと小食になりました。なんやっけ。なぜでしょう。なんか聞いたことあんねんこれ。霜降りチューブ違う現場、覚えてないな。え、小食なんやっけこれ。え、むずい、今日やばいな。むずい、働きまくった今日。ヒント、文字で見てると分かりやすいです。イギリスでは大食いだった旅人はなぜかフィンランドに行くと小食になりました。イが小さくなったから、カタカナのイ。わあ、ほんまや、すごい、ナイス。なんかやったっけ、なんか聞いたことあるな。でも覚えてへんもんやな。確かに。あ、いい問題やな。いいね、かけてないね。ラスト、やばいな、ね、スパーンって答えたいな。桃が3個実っている国ってどこでしょう。また国や。てか実在せえへんのか。じゃあ桃が3個、桃ってこと。意味お兄さん、桃ピーチ、桃が3個実ってる国。はあ、桃が3個実ってる。むず、桃が3個実ってる国。字で見たらわかんのかな。桃。ヒント。桃。実在します。ワンピースか。実在する。ちゃうね。これは実在する。はい、日高屋行きたいな。あれ違うこと考えてる。腹減ったな。俺も飲みに行きたいな今日は。今日俺弁当2個食うてん。疲れた。弁当2個食うてん。食うてるね。久しぶりに。そんな朝からじゃなかったよな今日。昼やんな。いやもう結構いっそ毎日仕事しすぎて。食おうかなこの後も。で、なんやっけ。桃が3個実っている国って。実ってない。嬉しい、嬉しい。全く頭当たらかん。
もう終わらしていいか今日。ちょ、お前すごいぞ。でもほんま何モロッコモガロッコもあーモロッコ出えへんか。モロッコなんかそれも聞いたことあるな。モロッコなんかモロッコや実ってるがややこしいな。確かになモロッコ。いやこれは乾杯。嬉しい。おもろかった。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。